嘘をつくのが下手で人生損しています。うまく嘘をつくコツやバレないコツがあったら教えてください。無理です。あの、僕も嘘つくのはあんまり得意じゃないんですよね。あの、記憶力が悪いので、その嘘をついた設定を覚えてられないんですよね。まあ、例えばじゃあその、じゃあ僕そのみかんが好きですって嘘をついたとするじゃないですか。まあ、好きですけど。<laughs> で、あの、好きな食べ物何って聞かれた時に、うん、うまい棒とか、あの、みかんっていう設定を忘れちゃうんですよ。 なので、その、嘘をつくのが上手い人って、この人にどういう嘘をついたっていう設定を記憶してなきゃいけないんですよ。で、僕、その、物事で起きたことを、その、覚えるっていう記憶はある程度はできてるんですけど、その、自分で作り上げた設定のいちいち覚えてられないんですよ。あの、人間の名前僕覚えられないんですよね。その、ほら、例えば、佐藤さんが結婚して田中さんになったとかもあるんですけど、名前ってどうでもいいじゃないですか。 で、別にその人の名前知らなくても僕困んないんで、覚えない、まあ覚えようと思ってないのは本当に失礼で申し訳ないんですけど、その人の名前覚えられないんですよ。っていうぐらいなので、その自分の作った設定も覚えられないんですよね。なので僕基本あの嘘は、あの、つかないようにしてるというか、ついてもどうせバレるので、あんましないようにしてますね。なんだろうね。あとね、そのね、嘘をついてる状態に耐えられないんですよね。その、嘘をついて、 騙せた後に、もう、騙せてるのが面白くなっちゃってて、ニヤニヤしててバレるっていうのがですよね。あの、よくその、うちの、ま、彼女というか、あの、奥さんというか、西君というか、あの、妻がいるんですけど、その、たまに僕はあの、嘘をつくんですよ。で、あの、それがこう、ガチで信じていたりすると、もうめちゃくちゃ面白くて、ちょっとニヤニヤしてて、それでバレるっていうのがよくあるんで、はい。なかなか難しいんですよね。